年はとにかく火事が多かったんです。うわあ、一旦火事が切ると大火事になったんですね。火の宮倉が町ごとになったようにして、火事だってなると矢倉に登って、あの人はうちなら住んでやりやす。遠くなら、じゃーん、じゃーん、じゃーん。少し遠くなら、だん、だんだんじゃーん。近くだと反射に土をこすりつけ、じゃり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 くらいもらってきて、安く買ってきて、それを欲しいという人に売って飽きないをしてお帰り、お母さん何を買ってきたんだい。あ、俺は太鼓を買ってきた。あ、いやだよ、ちょいとお前さん太鼓なんか買ってきてどうすんのさ。お前さんは本当に商売下手なんだから何を言いやがる。もう太鼓が欲しいって人がいねえとも限らねえよ。いないよそんな太鼓、汚い太鼓。さあ大吉、こっち来て。この太鼓畑、おやめ、ほとほこりだらけの太鼓に畑くれると太鼓なくできちゃうよ。いいから畑。へへ、おじさんとおばさんいつも喧嘩してる。さあ大吉が太鼓に畑をかけますと、ドン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 。ほらほら静かに叩いてどうする。お前のおもちゃに食ってきたんじゃねえんだ。叩くんじゃない、叩くんだ。あ、いいや、おじさん叩いたんじゃなくて叩いてやったんですけど大きな音が出たんですよ。いいですか。ドンドン、ほら、よろしいや。あと侍が顔を出しまして、太鼓を打ったのはその頃に違いない。そうですか。うるさいから許せって言ったんですが、こいつがうっちまいきまして、新作から預かったこだわりでして、大きな許せなんですが、まだ11でして、あ、いやいや、太鼓ってのは後やこう言うのではない。今、殿がお過去の中で音を聞かれ、太鼓を見たいとおっしゃってな。ことによると、買い上げになるかもしれぬぞ。あ、そうでしたか。ありがとう。うまく打ち上げた。こいつが打ったんで、しっかりした場所に、もう樹脂なんですよ。聞くほど11と申すのではないか。11の時もあったんで。何を申しておる。屋敷はわかるか。おな、じいさんに出せよ。ごめん。どうだどうだって。何がさ、売れたわけじゃねえだろ。音を聞き目だったら何じゃねえか。こんな大汚い太鼓を持ってって見せるから。なんだいこの無彩太鼓は。ブラインだ、その道具屋を返すな。しばらく木に縛りつけておけたんで言ってしまわないとこい。なんだい、怖くて行けなくなっちまうじゃねえか。まあそんなことはないでないわけだ。それでお前さん、この太鼓いくらだけど一部で買ってただったら、もしお買い上げになっても一部で買ってきてましたんで一部でお買い上げいただけます。それは結構ですと言ってね、もうけようなんて思っちゃいけねえや。てんで、ジンベエさん、ブツブツ、神さんに送り出す。なんだよ俺、うちのカカーと来たら。あんなやつはそうそういないよ。お前さんと来て貧乏で食べられるものも食べられないから、おむかあげで胃が丈夫になっちゃって、もう少しでするとおへそが背中に出ちゃうなんて言うのが喋って、ああいうのは正しいから生涯うちにいるよ。まったジンベエさんはブツブツ言いながらお屋敷へ。こんにちは。どれどんかよ。
道具屋ですか。あ、道具屋か。あ、こちらへ。あ、当家の重役田中三郎様がお持ち帰りである。この松の木を左と道を教えてもらい、お庭先へまでやっていました。どこへおかけますか。誰だ。へえ、どうやです。あ、どうやかと言って、うん、屋敷から出てきました、うん、あ、じゃあまずここへしまい、太鼓を出す。あ、ほほほ、先ほど店先で見たよりも随分古いものじゃの。いい、いい、古いんですよ。古くて汚い、古くて汚いって、その妙なことを申すんじゃない。殿にご覧に入れてくるからしばらく待っておれ。それ殿様に見せるんですか。よしましょう。見せなくてどうする。あなた買ってください。バカを申すな。しばらく控えておれ。まあ、そんでよさ、太鼓を持っておくれ。あれ買わないね。あ、どうやプレ持ってきたらどうしようかな。準備さん、ビクビクしていますと、サンディーはさん、奥から出てきました。あ、どうだぞ、いけなかったでしょ。あ、いいよいいよ、殿は自分お気に入りだな、お声よく入れるな。で、いくらで売るかな。いくらって言いますと、準備する一部と言おうと思ったんですが、舌がつっちゃって、言葉が出てこない。おまけの頭がポーっとして思わず、十万両です。十万両すりゃ高いんではないか。高いんです。でもどんどん負けます。一日中負けて負けてずっと負けて、なんだお前の申すことは変だな。では、これくらいならばと、殿からこれくらいならばと、拙者から作って消すでもらおうかな。へえへえ、それで結構です。あ、そうか。じゃあ、そこへ座れ。どうしたんだよさん、これ消すわ、これと奥へ声をかけました。殿は300金ご用意されたから、それでは売れるか。どうじゃ。300金って言いますと、どんな金です。300ドルのことだ。本当の、どんな金です。300ドルのことだ。どうだ。なんだその有料ですかな。わからんやつだな、その方は。5番で300ドルだ。本当の5番。当たり前だ。300ドル売るか売らぬか。あばばばば。あばばば。300ドル売るんのか。めっそうもございません。売ります。ください、300ドル。いちいち手数の確認ですか。でも、50両ずつ渡すぞ。まずこれが50両だ。はい。なんて驚くな。これで100両。ひえ。慌ててどうする。250両。ふえ。どうした。震えておるな。200両。なぜなものだ。250両。笑わなくてもよい。これで300両だ。いかがでしょう。水くん一杯ください。これ水を持ってきてやれ。なんだか。へえ、ちょっと伺いますか。あの太鼓はなんで300両もするんですかな。なんでその方が知らんのか。先生はよくわからんが、殿がおっしゃるには、今は太鼓だけだが、元は周りに炎の形をした飾りがあって、それが、そのために火焔太鼓といって、世にもまれな名品だそうだ。ああ、そうでしたか。ありがとうございました。帰るか。帰ります。風呂敷を持っていけ。ああ、いいえ、風呂敷あなたにあげます。いらん、持っていけ。でんで、
ジュンベイさん、何かなんだか夢のような気分のまま、お金を大事に懐へ。あたまうこバンバンさん。おお、どこやか。あーあげないわったか。へ、ありました。そうか。そりゃよかったら。なんだか、このお屋敷の人はみんな威張ってなくて一生がいい。ピンキッドと大人様もいいし、人に違いないと道具や準備に胸を張りました。準備する。少しでも早く、神さんに報告しようと、すっ飛んで我が家へ。今ゲット。あらまあ息を切らして帰ってきたよ。あのな、屋敷に行ってきたんだ。行ったからこう言ってきたんじゃねえか。あ、そうだよ。それで出したんだよ。あの太鼓な。あの太鼓ほらほら。もうくるってきたんだろう。あ、だから、持ってくる。おいしいって言ったんだよ。早くさ、逃げるとね、隠れておしまい。俺に口なんか口を切らせろ。そんなもんじゃねえ。あの太鼓のあれなんだ。なんでどうしたの？あ、だからよ、じりっとやな。あの太鼓見ていいことだって言うんだ。だから、いちごでございますって言ったんだろ。言おうと思ったんだけど、下くんつっちゃって、お前さん、感じないときにしながらするんだね。あ、それから頭がポーっとして、お前さん、10万いるって言っちゃったんだ。なんだ、弟のお店がこんぐらい。